はい、1124回始めます、ちょっと立って話しますよ、ドキュメント72時間見ました。日本文ね、昨日、一昨日かな、見たの。まずまずの、いつもね、静かにね、ドキュメント72時間はね、私静かな気持ちで見るんですけど、まあ今回もまずまず良かったですよ。2本、まず1本目、原宿100円ショップ、春めく日々にっていうね、タイトル。原宿のね、ダイソー100円ショップの、まあ、72時間人間模様というかね、見ました。原宿にもあるんですね、あんな一等地にね。あと2本目、山口県の、大府天満宮ね、人形にさようならをっていうことでね、家でね、昔から使ってたひな人形とか五月人形とかね、まあその他いろんな人形とかぬいぐるみとか、やっぱそういうね、やっぱり目の入ってる、ものっていうのはね、捨てづらいっていうのは一般的にということで、もっともう役目が終わったっていうかね、そういった人形とか処分って言ったら変かな、ちゃんと、なんていうのかな、お払いみたいなのを受けてもらって、それで処分っていうんじゃないね、次の人に渡すみたいですけどね、希望者いれば、そういうのところ、山口大府天満宮人形にさようならをっていうね、この回見ましたよ。山口県大府市、伏せ国、大阪府の府って書いてね、大府市ってあるんですね。私本当は西の方わかんないんですけど、まあ、山口はね、岩国とかね、友達いるんでね、あの辺はわかるんですけど、近いんですかね、瀬戸内海沿いだと思いますよ。よかったですね、2つとも。まず1本目、原宿100円ショップ春めく日々にっていうことで、これ竹下通りね、私もね、何回か行きましたね、10代の頃かな20代の頃かな、行きましたよ、竹下通り。入ってすぐね、まずもう駅前に今吉野家ありましたね。吉野家があって、竹下通り少し行くとダイソーが見えてくると、左側に。まあ原宿っていうとね、まあ若者のね、若者文化の発信地みたいな。あと明治神宮もあそこから行けますよね、確かね。かな、明治神宮、まあ、ちょっとね、田舎者なんでよくわかんないですけど、ですよ。で、あそこ、まず出てきたのが、代々木公園にピクニックに行くって言ってね、買い物してた高校生2人組いましたね。ピクニックに行くっていうことでね、その用品を、まあ、2人でお菓子とか敷物とか、買ってた。もう手軽ですね、本当に。どっか行くっていう前に準備するとき100円ショップみたいなね、感じ。今多いですよね、そういうの。で、この原宿の店、なんか3フロアあるみたいですね。で、2階はコスメ商品が売ってると。コスメ商品、私もね、まあ、ダイソーで買うものって言ったら、このね、今光ってるランタン、これダイソーですよ。あと乾電池、これダイソーですよ。ほんと、あとボールペンとかね、ちょこっとしたものも、もう私もダイソーよく行きますね、本当に。気軽に行ける、100円だと思うとね。コスメ商品2回、こうネイルを始めようかとね、ネイル関係ないですよ。このコスメコーナーっていうのはね、男子はあんまり用がないっていうかね。ネイルを始めようかっていうね、中学卒業したての女性、この人が、いましたね。なんかファルルっていう、何でしょうか、あれアニメのキャラクターでしょうか、あれを推してるような人でしたね。あと、親子でね、なんかタピオカ人気店目当てに原宿来たんだけども、もう何十分待ちとかね、そういう状態で、今日は諦めたっていう親子2人組ね、お母さんと娘さんいました。2時間待ちって言ったかな、タピオカね。タピオカとかね、このコスメコーナーも私全然、で、このお母さん、手芸コーナーいましたね、手芸とか用品コーナー。何かを作る材料を買いに、まあ、来る人が多いということでね。そうですね、手芸系のもあるんですけど、ここも私スルーですね。女性の方とかね、手芸のコーナーとか行く人多いんじゃないですか。コスメとかね。本当そこ男子はあんまり用がないっていうね。あと、まあ、新生活の人いましたね、タリア山の買いに来たっていうことで、栃木から来てね、航空整備士目指してるっていうか、もうなったのかな、春から航空整備士として働いてる男性の方いましたね。
あの今不安が7割だみたいな感じで言ってましたね、男の人ね。うん、まあ頑張ってください。もう新生活の人もね、生活に必要なものを100円ショップで揃えちゃうというね、そういう時代ですよ。あとネイルシールっていうのね、買ってた人いましたね。女の人2人、女性中年ぐらいの方ですかね。マニキュアより剥がれにくいって言いましたね、このネイルシールね。これまたね、男子にはね、縁がないですね、ネイル。まあ、やってもいいんでしょうけど。うん、あ、塗るだけじゃないんだと。シールがあるんだというのもね、知らないですよね、こんなこともね。あと、メキシコから来た夫婦いましたね。ね、まあ、夫婦ですから、男女なんですけど。日本に来ると大体ここに来るって言ってね。ありますね。私もね、バンコク行くと大体あそこに行くとかね。うん、ありますから。うん、まあ、この人メキシコ好きなんでしょうね、うん、まあ、100均安いですからね、なんて言ってもね、うん、鯉のぼりとか買ってましたね、うん、あと自分の部屋を持ったばかりの女の子いましたね、お母さんいました、うん、いいですね、自分の部屋を持ったばかりっていうね、うん、あと先輩のライブに見に東京に来た大阪の、ね、男子3人組いましたね、うん、なんか箱買ってましたね、箱がないかみたいなね、うん、まあね、ライブ、うん、先輩の見に来たってことでね、日帰りでね、大阪から、うん、今日東京来て、その足で帰るんだみたいなこと言ってましたね。いや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 、本当にフットワーク軽いね、若いとね、うん、あとユニークなコートの、あ、おしゃれな人いました、女性2人組。なんとこの人たち、うん、あのドキュメント72時間のね、前スタッフというかね、うん、音声で働いてたっていうね、昔、縛っていくって言ってましたね。そこで音声でやってたんで、72時間もやってましたみたいな、お疲れ様ですみたいなの言ってましたね。面白かったですね。うん、やっぱいるんだみたいな。今はね、保育施設とか、あと保育園、あ、保育園か、保育園と福祉施設で働いてるって言ってましたね、この方ね。うん、女性2人。まだ若いね、あの2人はね。うん、なんか2人ともね、おしゃれな感じでしたね、本当に。私もね、今、まあ、福祉施設、私もね、福祉施設で働いてるんですけど、あとね、私もこの女性たちと似たような、うん、私、そんな技術系、音声とか映像とかの技術系じゃなかったですけど、テレビのね、制作会社みたいなところでね、ちょこっと働いたことあるんですよ、実は。だからね、よくわかる、うん、あの人たちの気持ちね。あの業界は大変なんだ、本当にテレビの制作の会社ね、うん、大変なんですよ、うん、まあ、この2人もね、まあ、いろいろあって、辞めて今、保育園と福祉施設で働いてるということでね、おしゃれでしたね、よかったですね、原宿はね、時を経てもいつもの場所っていう感じがすると、まあ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 、わかる、あなたの年代ならね、さすがにね、アラフィフになるとね、原宿は行かないですよ、うん、あんまりね、縁がなくなってくるっていうかね、うん、まあ20代30代ぐらいだったらね、あと女性の方ならねいいんですけどね、原宿ちらっと映ってましたけど、まあ5、60代の男性はまあ行っても全然ね違和感ないんでしょうけど、あんまりいませんでしたね、うん、あと10代の頃に来ていた女性、うん、今は娘と共に来てるという方いました。はい、そうなんですよ、若い頃来てた女性がね、子供産んで娘さんと一緒に原宿行く、いいですね、うん、絵になるね、うん、お母さんと娘いいね、うん、本当にどこ行っても絵になる、公園行っても絵になるし、うん、スーパーに行っても絵になるし、百貨店行っても絵になるし、やっぱね、お母さんと娘いいね、本当に、うん、光景がいいですよ、どこにいても馴染めるっていうね。はい、あとアパレル勤務のアメリカ人、ああアメリカ人の方、原宿でアパレルの店で働いてるって言ってね、いろいろ写真見せてくれましたね、スマホのね、地雷系のファッションとかピンク系のね、量産型って言ってましたね、もう完全に日本の若者文化サブカルに染まりきってるっていうね、うん、可愛いは日本のものだと思いますって言ってましたね、うん、いやいやあなた一番可愛いからみたいなね、はい、いやおっさんキモいって言われそうですけど、はい、よかったです、うん、ね、美人さんはね、国境問わず得するね、本当に、うん、ただ地雷系ってね、あれはどうなのっていう感じはしますけどね、うん、まあいろんなこと試したいんでしょうね、うん、若い人、うん、あとお菓子作りが好きな女性の方いました、大学生の方ね、型を買いに来ましたってことで、
やっぱりね、女の人、まあ私ダイソー行って今ランタンと乾電池ぐらいしか買わないですけどね、あとボールペンとか筆記用具とかね、あとなんだろうな、まあちょこっとしたものあと買いますけど、女の人やっぱ違うね、うん、やっぱ売れてるんだね、あのお菓子作りコーナーの型とかなんかあるのも分かんないしね、うん、でこの方ね、居酒屋で毎日のようにねアルバイトしててもう疲れきってる、週5とか週6、週7とかでも入ってるみたいなね、いや毎日やんっていうね、大学生になって、うん、過保護のお母さんから自立したいみたいなこと言ってましたね、一人暮らし始めてみたいなね、うん、そんでアルバイトいっぱいやってるんだってね、妙にあの人大学生には見えなかったですね、落ち着いてるし、ね、穏やかだし、まあ女の人にね、うん、大学生なんでしょうけど、まあ、年上に見えるっていうと失礼になるのかな、いやでもいい意味でね大人っぽかったですよ、この人全然そんな二十歳前後には見えなかったですね、うん、妙に大人っぽかったですねあの人ね、はい、あと6歳の男の子の男の子とお父さん来てましたね、うん、見た目はねそんなことしそうにないんですけど、キャラ弁とか作ってるみたいなね言ってました、有給取ってね、なんか今日はね、子供の面倒見る日だみたいなこと言ってましたね、あのお父さんね、いいですね、うん、私もね、ああいう風にしなきゃなんないんでしょうけど、うん、あんまりね、してないですよ、私は、はい、こんなね、カエルの声がガンガン聞こえる夜中ですよ、深夜に廃屋にこもって、喋ってるというね、私はちょっと変わったお父さんなんですけど、まあまあまあ、私も子供連れて、うん、行きますよ。ダイソーとか、あと夜のピクニックがしたくてっていうね、高校1年って高校2年の人いました。なんとこの人、なんか高1と高2の人ね、学校も違うし学年も違うしということで、一人は青森の人みたいでしたね。なんか制服、学校の制服のモデルみたいなことやってる、アンバサダーしてるって言ってましたね、なんだかよくわからないけど、で青森からね夜行バスで東京まで来て、うん、で JK ブランド、 JK のそのモデルみたいな、今のうちにしかできないからみたいなね、卒業したらアナウンサーになりたいっていうね夢持ってる青森の女の人いましたね、うん、はいはいはい、いやー若いっていうか活発でエネルギッシュだね本当に。あと一人、うん、生活商品売り場、生活商品売り場にいたね女性一人で、うん、時代系の服が好きで時代系の店で働く23歳の福島出身の女性いました。うん、これ地雷系ね、あんまりいないんですけどね、私のところでは流行ってるんですかね地雷系、うん、いいね地雷、地雷だから何触れちゃいけないんですかね、こういう女性にはね、触れると爆発しちゃうっていう意味なのかな、どういう意味なんでしょうね地雷系のファッション、うん、ね、ああいう服着てるとちょっとどうなの近寄りがたい感じるんですけど、みんないい人ね、アメリカの人もそうだったし、うん、みんななんだか、うん、アニメの影響なのかな、あの地雷系っていうのは、はい、福島出身の方いましたね、うん、若いうちなんだから、前なんか違う仕事してたみたいでね、いや東京でこういうやっぱ好きな服の仕事したいということで、なんと地雷系のお店で働くと、すごいね、地雷系の服が好きで地雷系の、まあ、原宿のかどっかの店で働いてるっていうね、福島出身の女性、いやほんとね、そう、その時その時でしたいことするっていうのが、ね、いいと思いますよ。それがね、つながって人生になりますからね、うん、後悔のないようにね、うん、あれがしたいんだけどな、したくないのを我慢してずっとやり続けるストレスになりますから、うん、ストレスのない人生思い切って、うん、妙なしがらみとかあってもね、まあ逃れられないしがらみっていうのもありますけども、うん、自由にね、若いうち、うん、やった方がいいと思いますよ、後悔残るから、うん、あと大学の卒業式でね、着物姿で来てる女性ね、この前にもう川べりの歌流れましたね、いつものね、うん、その後最後の方もね、大学の卒業式に着物姿で来てる女性の方いましたね、春からね、プログラマーとして働くんだって言ってね、うん、まあ季節もあったし、うん、そういう季節でしたね、まあ今5月でしたけど、撮影した時はね、その頃なんでしょう、うん、4月とかなんでしょう、3月4月それぐらいなんでしょうね、はい、ということで
原宿100円ショップ、うん、あの感想としてはね、女性の方多かったね、うん、原宿で、あと母と娘さん多かったね、うん、あとやっぱいる、うん、その100円ショップだけじゃなくてね、いる世代がやっぱりね、10代20代多かった。あと男女子で言ったら女性7、8割みたいな感じでしたね、うん、やっぱ女性の街なのかな、若い女性の街みたいな感じでね、うん、原宿、私あんまり行くことはないと思うんですけど、浮いちゃうと思うんですけどね、私みたいなのが行ったら、はい、どうだろう、生きてる間にもう一回ぐらい行くことあるんでしょうか、うん、原宿ね、行ってみたいなと思います。あと2本目、山口県のね、大府天満宮、人形にさようならをっていうことでね、ここあの原宿とね、変わって出てくる方はみんな年配の方多かったですね。あのね、長年使ってた人形とかを納めに来る人たちでしたから。で、年に1回人形を引き取ってくれる期間があるということで、今回その期間にかかってたっていうことでね、山口県大府市菅原道真公、ま、祀られてるんですかね、ちょっとね、あの間違ってたらごめんなさい、そんなとこなんですかね、大府天満宮、うん、一箱5000円で、5000円で決まってないか。大体それぐらいで人形の数や大きさ。うん、で、まあ、ただじゃないみたいですね。人形を引き取ってくれると。うん、まず出てきたのが69歳と70歳の夫婦。地元、大府市の方が、ひな人形とかね、五月人形とかね、うん、納めに来てましたね。うん、人形感謝祭っていうね、言われる行事。うん、で、最後にお祓いもしてもらえるっていうね、ことで、その期間に合わせてね、人形感謝祭に合わせて皆さん、ね、家にやる、しまわれてるっていうかね、ほこりかぶってるっていうかね、そういう人形とかね、五月人形とかひな人形とか中心に持ち寄って、一斉にお祓い受けて、まあ、欲しい人がいれば、まあ、持って帰っていいよみたいな感じなんでしょうね。うん、重度の身体障害のある3歳になる娘さんが、うん、大事にしていたって人形を納めに来てた人、いい話でしたね。63歳の女性 ね、重度の身体障害ある方が人形ね、大事にしてた人形、これもうあんまりもう使わなくなったからっていうこと、ただね、ゴミ袋に入れて、ね、普通の家庭ゴミとして捨てるっていうのはね、人形なかなかね、だからできないですよ、うん、ということで63歳の女性持ってきてたっていうことでね、人形はお祓いの後欲しい人に持って帰られると、うん、あと整理して、うん、そうなんですよね、その人形を整理するっていうのね、まあナレーションで言ってましたけども、人形を整理するイコール、まあ我々の心の中のね、うん、整理となるんですよね、うん、何か突っかいてたものっていうかね、一つ、人形はなかなかね、整理しにくいですから、要は捨てにくいっていうかね、ありますからね、うん、はい、あと93歳のおじいさん元気でしたね。30年間孫のために五月人形をね、毎年飾ってたけども、まあ、30年間ですから、うん、もうその孫も大きくなってね、あんまりもう五月人形を飾ることもなくなってきたしっていうことで納めに来てましたね、うん、あと親が買ってくれたね、自分のひな人形を納めに来てた女性ね、この方もいました、はい、あと81歳の男性、いろんなものを整理してると、うん、今ね、もう年でね、で81歳の男性ね、6年前に妻を亡くして、うん、娘はもうね、お嫁に行ったから世話にはなれないっていうことでね、一人で今81歳の方ね、人形だけじゃなくていろんなものを整理してるみたいなね、いわゆる終活ってやつですか、はい、やってる方いましたね。私もね、終活みたいなもんですよ、今廃屋でこうやって喋ってるのも、これ自体が、はい、早いんだけどね、私の場合ちょっとまだ、うん、でも人間ね、もう50なんて言ったらいつ死んだっておかしくないですから、うん、本当就活はお早めにって感じです。あと83歳江田島に住む瀬戸内海のね、お母さんと63歳の娘さんね、いましたね。喋るお人形さんがお友達っていうことでね、この江田島に一人で住む83歳のお母さんね、うん、認知症予防ってことで、うちのね、母親もね、もうちょっと上かな、83より上ですけど、今特別養護老人ホーム入ってるんですけど、ね、一人住まいしてる時ね、このね、喋る人形、高齢者向けの、うん、これ家にありましたよ、なんか通販かなんかで買ったみたいでね、うん、なんか喋るんですよね、定期的に、うん、やっぱそれがね、いいみたいですね、
お年寄りのおばあさんにいいっていうのは何？その本人が好きみたいね、時々喋ってくれたり、あと小バカにしたようなこと喋ったりするらしいんですよ。私もね、もういきなり喋り出すんですよね、あれね。もうびっくり、最初びっくりしましたよ、何何って感じで、うん。ただあれ確かにね、一人でね、つくーんと一人暮らしとかだったらね、家にいるとね、認知症にもなりがちだし、うん、やっぱ寂しいとかいうのもあるんでしょうね。ああやって定期的に話しかけられるとね、やっぱり刺激になりますよ、うん。ね、瀬戸内海にね、一人で住んでるお母さん、江田島、その娘さんね、63歳の娘さん、まあいろいろ心配だとは思うんですけど、みたいな、あ、心配だけどもって言ってましたね。もうこのお人形さんに任せてるみたいなね、お母さんの世話のね、お母さんの世話ね、みたいなことで言ってました。うん、はい、大普天満宮ね、はい、人形感謝祭やってました。まあ今日ね、原宿とこの山口、大普天満宮の話しましたけど、ちょっとね、出てくる年齢層がね、片や10代、20代、片や、ね、60代以上みたいな感じで、くっきりね、分かれましたね。うん。私はどっちかって言ったら、もう、ね、年代的にね、就活というか、断捨離というか、大普天満宮の方に差し掛かってるんだと思いますけど、ドキュメント72時間、今回もね、しっとりと、うん、一人で、ね、深夜に、見させていただきました。毎回、うん、なんていうかね、いいんですよね、この番組ね、一人で見るには、うん、はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。またね、見たら、うん、喋りたいと思いますんで、またお願いします。結構ね、このチャンネル見てくれる人も増えてきてるんですけど、チャンネル登録と高評価一つよろしくお願いします。終わりにします。失礼します。